4レーンの選手に注意が与えられました。スタートを再度やり直します。終了しました。女子 200m 予選第1組の結果です。1着5レーン小谷さん、本田25秒75、さあ全国大会標準記録突破です、おめでとうございます。2着加藤さん西野原25秒81、3着3レーン新井さん花園26秒38、風は追い風 0.3m でした。4着以降はウェブでご確認ください。続きまして、ただいま終了しました女子 200m 予選第2組の速報です。1着4レーン斉藤さん流れ山誇る25秒37、さあ超準決全国大会標準記録突破です。2着6レーン井上さん千葉若松25秒97、3着3レーン本田さん AKSTC 26秒93、この時の風は向かい風1メートルでした。到着以降はウェブでご確認ください。